よう前ら、俺様だ。今日のね、お話はね、仲間とかね、仲良しとかいうね、言葉を多用するやつはうさんくさいっていうね、話です。はい。まあね、お前らのね、周りにもいるかもしれないけど、こう仲間とかね、言葉をやたら連呼するような、やからって言ったらあれだけども、いますよね、そういう人ね。俺様はね、あんまりそういう人は好きじゃなくてね、なんかうさんくさい人が多いですよね。もう仲間だ、仲良しだ、俺たち仲良しだよな、ってね。まあ、その、まあ、俺様の偏見もあるかもしれないんですけど、そういう人はね、やっぱりね、こう、人を取り込もう、取り入ろうっていう人がね、多いような気がします。まあ、必ずしもそうとは言わないですけどね。まあ、やっぱりね、その、まあ、人それぞれね、違う存在ですからね、こう、ある程度、やっぱり、つかず離れずぐらいの関係がね、一番心地いいのかな、と俺様は思ってますね。はい。まあ、そういうね、今回はちょっと真面目な話なんですけどね、何かにつけてね、すぐね、まあ仲間とかいう人はね、逆にね、その、なんだろう、こう、排他的なね、性格だっていう傾向もね、まあ多いような気がするんでね、まあ俺様の、まああくまで、まあ、なんでしょう、経験論ですけどね、うん。まあなんでね、まあちょっとね、危ない人が多いかもしれませんね、そういう人にはね。まあ、まああくまでも、うん、まあそれ絶対とは言いませんけどね。ということでね、今日の動画は仲間とかね、仲良しとかいう言葉を異常にね、多用する人はうさんくさいやつが多いかもっていう話でした。はい、それではさようなら。ボーボー。ボー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 ボ